こんにちは、白井天童です。今回は脊柱管狭窄症を自分で治すための3つのステップについてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目はストレッチで腸腰筋をほぐして反り腰を改善すること。2つ目、歩いている時に反り腰になってしまわないように下腹に軽く力を入れて歩く癖をつけること。3つ目、痛みやしびれの出ない範囲で良いので歩くこと、ウォーキングを習慣化すること。これら3つを行うことによって自分で脊柱管狭窄症の痛みしびれを改善することができます。細かい具体的なストレッチの方法などに関しては私のチャンネルの動画をご覧いただければと思います。